このアレンジ、実は30秒あればできちゃうんです。皆さんこんにちは、渡辺です。今回はクリップ一つだけでできる30秒ヘアアレンジのご紹介です。結構このアレンジ海外のサイトでちょっと見つけて、ああ面白いなと思ってちょっと真似して作ってみたんですけど、作り方もめちゃくちゃシンプル でなおかつ結構おしゃれにルーズに決まります。普段ね、こうポニーテールだったりとかでまとめてて、何かね、こうワンポイントちょっと加えたいなっていう方に関しては、こういったね、クリップだけでもできますし、本当に時間がない時だったりとか、パパッとまとめたい時に使えるアレンジかなと思いますので、髪質ももう様々な方がね、できるアレンジかなと思いますので、ぜひね、これ30秒でできるんで、皆さん覚えておいてください。それでは早速動画をどうぞ。では始めていきます。まず取り分けていくんですけれども、サイドの髪の毛を取り分けていきます。でその時に今回は右側のサイドの髪の毛を取り分けていくんですけれども、サイドだけじゃなくて少し襟足、この三つ襟の部分ですね、襟足の部分まで髪の毛を取り分けます。なので後ろから見るとこんな感じです。こっち側の髪の毛が多くてこっち側の髪の毛が少ないっていう状態です。で取り分けたサイドの髪の毛をしっかりと溶かして後ろの方に持ってきます。で持ってきた時に左手の指、人差し指ですね、でこういう風に挟みます。人差し指にこう巻きつけるような感じですね。で巻きつけた状態でくるくるっとこういう感じで髪の毛をこうねじっていくような感じですね。下に向かってこんな感じでねじっていきます。くるくるっと。でこの毛先の部分、右手で毛先の部分は持っていただいてこんな感じで、で巻きつけてしっかりと止まったら右手の部分を外して反対側の髪の毛を後ろに持ってきます。こんな感じで、なのでこの巻きつけた髪の毛で全体のこのあと残ってる髪の毛をこうまとめるようなイメージ、こんな感じでまとめていきます。でこっち側の髪の毛を全体的にまとめたら左側のこの耳後ろあたりぐらいで、何でもいいのでクリップ、まあなるべくちょっと頑丈なやつでいいかなと、この下の髪の毛とこの巻きつけた髪の毛を同時にグイッと挟みます。こんな感じでまとまった状態になります。あとはこの巻きつけた部分だったりとかをこのままでもいいんですけど、少しねルーズにしたい方に関してはこう引っ張って引き出せるとこだけで大丈夫なので、少し出してあげて、ルーズ感を演出していきます。結構ね、引っ張ったりとかしたら、ある程度出てくるかなと思うので、あまり引っ張りすぎないようにしてください。で、このあたりがペタッとしてる方もいらっしゃるかなと思うので、少しね、丸みを出すような感じで、引き出してあげる。なんか凹凸を作るっていうよりも丸みを出して頭の形を綺麗に見せるっていうような状態で引き出してあげるといいかなと思います。あとはね、毛先のバランスだったりとかを整えたらこんな感じで完成です。はい、ということでこんな感じでねご紹介させていただきました。今回ね、ポイントとしてはこの巻き付けだと思うんですけど、ご自身でやりやすい方でいいかなと思います。今回ちょっと下向きに巻き付けていったりもしたんですけど、上向きでもいいですし、手に巻き付けやすい方でやっていただけたらなと思います。で、髪の毛の量が多い方に関しては、こういったクリップはしっかりめのクリップでやってあげると、ガツッとまとまりますし、髪が細い方に関しては、このクリップちっちゃくしたりとか、
してもね、バランスよく決まるかなと思いますので、まあ、このテクニックね、一つのね、レパートリーとして皆さん覚えておいていただけたら、いろいろなシーンで使えるかなと思いますので、ぜひね、練習して覚えてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。